ハンドレッドウェイトが使われている道路表示。ハンドレッドウェイトは、ヤードポンド法における質量の単位である。イギリスでは112ポンド、アメリカ合衆国では100ポンドと定義されている。区別のため、イギリスのハンドレッドウェイトをロングハンドレッドウェイト、アメリカのハンドレッドウェイトをショートハンドレッドウェイトという。どちらの単位系においても、20ハンドレッドウェイトが1トンとなり、 イギリスでは2240ポンド、アメリカでは2000ポンドが1トンとなる。ハンドレッドウェイトという言葉は100倍の重さという意味であるが、15世紀以前のイギリスでは108ポンドを1ハンドレッドウェイトとしていた。現在の112ポンドのハンドレッドウェイトはロンドンで使用されていたもので、次第に108ポンドの古いハンドレッドウェイトはロンドンのハンドレッドウェイトに置き換わっていった。 イギリスでは、ポンドとハンドレッドウェイトの間に、ストーンという単位があり、1ストーンは14ポンド、1ハンドレッドウェイトは8ストーンである。記号の CWT の WT は、ウェイトの略語であり、C は、ローマ数字で100を意味する文字である。イギリスのハンドレッドウェイトは5 0ラムに近い値である。イギリスではメートル法への移行が進められているが、 従来ハンドレッドウェイト単位で取引されていたものは、今日では5 0ラム単位で取引されている。イギリスの1824年度良好法により、ハンドレッドウェイトの使用は禁止され、それを破ると詐欺で起訴される恐れがあるとしたが、アメリカから小麦とタバコを仕入れるイギリス商人の圧力により、センタルという名前で合法化された。その後、 1985年の法改正で、ハンドレッドウェイト、センタル、キンタルなどは全て取引における使用を禁止された。ありがとうございます。